2013年1月、ある女性がアウアプラネット TV のワークショップに参加した。神沢沙織、私が初めて出会った福島からの避難者だ。震災から2年目を迎える今年の3月、東京での避難生活を終え、福島へ戻る決断をしたという。私は佐々木直子、大学3年生。私は神沢さんと一緒のチームで映像を作ることになり、彼女の企画が採用されて、チームは始動した。私が大学に入学した2011年3月、彼女の避難生活は始まっていた。もうこうなった以上帰れないんだから、じゃあ違うところでもう生活し直しましょうって切り替えてはいた。ただ3月の時点でその自主的に避難をしている人たちの受け入れ先っていうのはすごい少なかったから、でテレビで見たところの山梨の民間の受け入れの施設のところにちょっと行ったりとか、でそこでこう一緒にいた友達がもう小学校が始まるから、うちは学校とか行ってなかったから、まあ、問題はなかったけど、でも小学校が始まるからって言って一緒に東京に移動して、でも東京でも行くところがないから、なんかこうビジネスホテルとか転々としたりして、その後東京に住まいを構えた神沢さんは、その年の6月からどうしてこういう生活をするようになったのか、その答えを探すかのように動き始めた。多分前回もそうだったんですけど、あの人数がいても結局その場で決まることって何もなくて、で即時撤回なんてやっぱり無理だったんですよ。で、まあ、今回も人数が少ないので何も変わるっていうことはないと思うんですけど、ただやっぱ誰かが動き続けないと。でもそれからなんかその311からの最初の1年間はもうテレビで福島の風って出るたんびにもうなんかツーとか涙出ちゃうし、なんでこんな生活してんのかなとか、なんで福島に帰れないんだろうとか、まだまだなんでこんな生活っていうか、なんで避難生活しなきゃいけないんだろうっていうのはしばらく拭えなかったよね。じゃあちょっと話題次に行きましょう。そして最初の311、当時の細野環境大臣に会えるというのである番組に出た。警戒区域のある地点よりも高い場所が中通りにはたくさんあります。そういうところが緩衝地点にならないのはどうしてでしょうか。私は言葉はできるだけそこは気をつけて表現するようにしていて、高線量地域というふうには言ってないんですね。はぐらかされた気分だった。しかし神沢さんの気持ちは変わっていく。その311のその1周年の黙祷してもうひとしきり泣いたその後に、ラブギャザリングさんっていう東京でやってるボランティア団体があるんだけど、その人たちが宮城県石巻の漁師さんたちのグループの支援をずっとしていて、そしたらその漁師のお母さんが大変だったわね、私たちはね命があるだけでよかったのよ、もしかしたら福島はこれからいろんなことが起こるかもしれない、そんな中でなんかよく決断して頑張ってきたねみたいなことをこう言われて、なんか状況としてはさ、私なんか家もあるし家族も今全員無事で、しかも笑って生活もできて何不自由もしてないのに、そんな津波の被災地で
何もかももう流されちゃって、これからゼロからっていうよりかもうマイナスから生活を立て直さなきゃいけないっていう大変な人に、大変な人がね、すごく大変な人が、大変だったわねあなたっていうの、もしかしたらこれからずっと抱えていかなきゃいけないかもしれないけど、でも間違ってなかったわよ、頑張りなさいねって言うのよ。言えるみたいな、なんか自分が大変なのにすごいなこの人たちって思って、それはなんか悲しい分、悲しいとことかもなんか怒ってるとことかあるけど、あるけど、でもやっぱり常に前向いて生活しないとダメなんだなって思って、なんかそんな風に気づかせてもらった311の時に。だからそっから分かるよかなりね、2月のある日、私は福島に帰る神沢さんに同行した。神沢さんと時を同じくしてある決断をした中学生がいた。今年は、県外の方に高校を上げて、そこからも県外で生活をしながらしていきます。僕自体はずっとマスクをつけて生活をしてた。周りも野球部だったりって、外の部活の人は早く部活がやりたいっていうふうに言ってて、僕もちょうどその時はまだ外の部活の方に参加してたので、すぐ先生の方に行って辞めさせていただいて、でずっと帰宅坊っていろんな友達からは早く部活やれよって言われながらずっと生活はしてたんですけど、2年生の10月に福島県郡山市内のお米が使われるように、給食で使われるようになったので、そこでもうお弁当に切り替えたんですけど、やっぱりその時も友達からお前福島が嫌いなんだな的なことはずっと言われてたので、友達関係っていうのはそうですね、苦労しましたね震災以降は。心情、どんどん日が重なるごとに出たいっていうのは強くなりました。やっぱりもう自己満足だと思うんですけど、やらないよりやって、で症状だったりがんになりました、何十年後がんになりましたって言われても、何もやらないでがんになるよりは何かやってがんだったら、あ、やっぱダメだったんだねって自分で納得できるので、やっぱ自分が信じることを、自分がやりたいと思っていることは全部やりたいなという、いうことを考えるとすっきりとまではいかないですけど、やっぱり自分のやりたいことがそれだったりするので、区切りをつけるというか、自分の中でそこはもう割り切らなきゃいけないところだと思うので、それはしっかりスパッと切って、まあ、縁は続くにしろ、そこの部分は切ってやっていきます。やっていきたいと思います。そうそう、でも仕方ないね、仕方ないと思う。なんでそうやって割り切れんの？この人が大事だから、大事だから割り切るしかないじゃん。自分が犠牲になればいいだけ、しかない、世の中がそうなってしまったわけですから仕方ないことでしょ。世の中のせいにしてますか、それ。何のせいにしてる？原発。どうしたの？
母に教えられたことっていうのは大事にしながら、自分の考えを持ちながら生きていきたいなと思うので、やっぱり自分というものの土台を作ってくれた母には感謝しています。0.51、福島市健国保健福祉事務所北側駐車場で測定された数値です。福島市 0.52。 4月に一人で福島を離れる中学生のことを考えていた。それを応援するお母さんのことも。ラジオからは福島県内の放射線量が流れていた。会津地方、会津若松市。神沢さんがこれからのことを話し出した。夫が働いていた仕事が契約が満了で終わってしまって、でもなんかまたここでね、東京で再就職して仕事が始まったら、今度いつじゃあ福島に帰るのっていうタイミングはマスコミの人、メディアの人にも言われるんだけど、いつ帰りますかって言われてもな、いくらその自分の中で知識を得てきて納得したとしても、じゃあ線量が 0.2 になったらとか、そういうなんか数値的な基準はなかったし、でもそうするとなんかじゃあいつなのっていうのが全く白紙だったのね。いろんな条件が重なって、じゃあ福島に戻ろうかなって思ったのが去年の夏から秋ぐらいにかけてで、冬に決断して、じゃあ夫の仕事も見つかったし、お家もそこに住むことに決めて、小学校をそこの学校に入れることができれば帰ろうかなって決めたのが去年の冬ぐらい。隣町だけど、その避難生活は続くわけだけどね、うん、バイバイ。福島へ帰っても神沢さんが帰る場所は震災前に住んでいた家ではない。福島から帰った私は品川にある福島避難母子の会in関東の事務所を訪れた。神沢さんが開催してきたトークイベントが最後であると聞いた。そこでまたある人の決断を聞いた。どうやったら東京まで行けるかっていうのを探して、でなんとか年末にようやく知り合いから連絡があって、ちょうどいい物件が大家さん紹介できるからっていうことで見に行って、そういうふうにこうトントン拍子で話が進むっていうのもすごく一つのご縁なんじゃないのかなと思って、いろんな意味で自分の心と体にこう気持ちのいい暮らしをちゃんとしたいなっていうふうに思ってたんですね。じゃあそれをどこでどこを拠点にしてできるかって言ったら、東京では私はすごく違和感を感じたんですね。ここで成長していく娘の姿がどうしても想像つかなくて、じゃあ福島に帰れるかって言ったら、私にとって福島に帰るってことはイコールそのまま震災前と同じく両親や祖父母と共に実家で暮らすっていうことで、それが例えば何ベクレルになったら帰れるかとか、そうじゃないんです。大好きな家族なんだけれども、やっぱりこの2年間の間で結構
すれ違いというか溝ができてしまったことも実感したんですね。その放射能へと向き合いながら暮らしている福島の人たちとまた違う向き合い方をしている私たち避難者と、でそれだったらこの大好きなまんまちょっと距離を家族とは保つ方がいいのかもしれない。でそこで受け皿になれるんですよね。福島の家族や友達が遊びに来れる場所、私がそこにいるからっていう理由だけで簡単に遊びに来れる場所になるっていうので、ここである程度頑張ろうみたいな気持ちだったり、そういうのをこう皆さんこう遅かれ早かれ順次こう決断をする時が来ると思うんですね。で私と神沢さんは今回2年目っていうタイミングだったっていうだけで、避難者だけ被災者だけでずっと泣いて暮らしてはいけないと思うんですよね。いろんななんか運とタイミングがあって、夫の仕事も住まいも娘の学校も決まったけど、やっぱり福島に帰ってきたかったんじゃない？帰ってきたかった。東京を離れる神沢さんのお別れ会が開かれた。本当にたくさんの人が来て神沢さんとの別れを惜しんだ。神沢さんは帰りたいと言った。中学生の横田くんは出ていくと言った。菅野さんは笑いながら帰れないと言った。彼らの気持ちに共通点はあるだろうか。怒り、悲しみ、絶望、でも決してマイナスなことだけではない。明るさが見えるのはどうしてだろう。彼らはこれらを受け入れて前に進んでいる。彼らは生きている。心の中にくすぶっている何かを持ったまま。